今回は塩田津からオープニングをお届けします。嬉しのホットステーションはおかげさまで今年で4周年を迎えることができました。今日は特別企画として嬉しの元気通信のゆっぴーさんとチャッピーさんとともに今年リニューアルしました嬉しの市内の施設を巡っていきたいと思います。4周年おめでとうございます。どうもありがとうございます。私は、ここで司法の受け取りがありますので一旦失礼いたします。あ、じゃあまた後でですね。後で、はい。江口さん、こちらのお宅なんですが、はい、すごく綺麗にリニューアルされましたね。どうもありがとうございます。皆さんのおかげで、はい、今日は中の方を説明していただいていいですか。はい、どうぞお入りください。そっちもそっち両方壁やったんですよ。それそしてこんなのを貼ってあったですね、昭和。転送日記とはどういうものなんでしょうか。あの古代の平兵衛さんというお方がですね、ここで米をしてあったんですよ。その方が米家も建てられたんでしょうね。あの句もね、こうやって作っていらっしゃるんですけれども、あ、月とともに我もこの世の雲隠れって言ってですね、はい、あのお墓の石にもね、これが刻んであります。あ、すごいですね。はい、転送日記は小部商人江口平兵衛により天保5年1858年から18年間にわたって書かれました。転送日記全15巻は現在嬉野市歴史民俗資料館に保管されています。その内容は身の回りのことから幕末動乱期の国政の記録まで多岐にわたっており、当時の世相風俗を知ることができます。また大火による焼失後再建した家屋の記録などから塩田津重要伝統的建造物群修復の貴重な資料にもなっています。6月3日以前に移す北アメリカ合衆国の都ワシントンより応命を受け、願いの儀これありとペリー浦賀来航に関する具体的な記録も残っています。その平兵衛さんって方がお米屋さんをされてる。はい、お米です。そうなんですね。はい、あのこの歴史的建物をですね、はい、あの保存していく中で大変なこととかありますか。はい、もう前はですね、修理していただく前はですね、もうシロアリが食べてくたりですね、そして雨がもったりしていましたけど、はい、今度もう町並み保存でしていただいて本当に助かりました。ありがとうございました。ぜひこれからもこの素晴らしい建物を残していってください。はい、ありがとうございます。今日はいろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労さんでございました。こちらの建物の特徴を教えていただきます。はい、ここはですね、あの西岡さんの、西岡家の付属屋ってことで、昭和47年ぐらいにちょっと造作とかして、その古い建物ではないんですけども、集計という形で、古い町並みに合ったような、作りに、今回作り変えた家で、西岡さん本人はここをその西岡の管理事務所みたいな感じでちょっと使っていただきたいなという感じで作られた家です。作られたというかその造作をされた家ですね。はい、中も見せていただいていいですか。はい、どうぞどうぞ。中も、はい、綺麗にしてますんでどうぞ。そして、はい、ちょっと、前西岡の屋根より高い屋根だったんで、今回西岡と同じレベルにしたので、ちょっと2階はあの変わった部屋になってますので、ぜひ見てみたいですね。見たら面白いかもしれないですよ。はい、じゃああちらの方から。はい、どうぞ。うわ、何ですか。僕が。わあ、まだ。これなんだろう。何でしょう。タンス。タンス。ああ。あ、本当だ。これは。わわ。あ、いい感じ。わ、おお、広い、広い、あ、ここと繋がってるんだ。そうか、あ、こうやってる。
ああそっちはそうです。すごい、こんにちは。つながってるんですね。西岡家は転送日記に、当主が懸命に商売に励み、当町一番の文言となったと記載されています。往年の塩立の繁栄を忍ばせる西岡家の見学でした。すごいですね。わあ、日の用心みたいな。池田家は母屋と座敷からなります。式台玄関と座敷、前庭からなる上質の接客空間を持ち、土間入り口には釣り王道、在郷名士の近代和風建築趣味を感じさせる美しい外観です。